高地競馬、11レース、ファイナルレース、1300です。能力偏差値ですが、A ランク1等、B ランク1等、C ランク3等のレースとなります。これから偏差値上位馬の適正分析を、指数グラフで解説していきます。最後に、適性を反映した予想印を公開します。それでは指数グラフへ切り替えます。指数グラフの基本的な見方ですが、横軸は日付の時系列、 右端が今回のレースとなっています指数は青色の折れ線で表されます黄色線は連帯目安ラインとなりますこの黄色線を上回っていれば高指数と判断できますその他の競争条件も同時にプロットされていますので様々な適正分析が可能です例えば3走前の競争条件を見ていきます距離は紫色の丸です3走前は1400メートルとなります 一角角通過順位はオレンジ色の四角です。3走前は6番手となります。着順はピンク色です。3走前は5着となります。枠は緑色です。3走前は5枠となります。馬場状態はグレーです。3走前はや,やや重馬場となります。開催場は指数の上の数字または漢字です。3走前は今回と同じコーチとなります。馬対重変化は黒色です。 それでは指数グラフを使い解説していきます。暫定20丸を打っています。6枠8番パイロスコープです。能力偏差値はトップで偏差値ランクは a ランクとなります。金5層では3。層前4。層前に黄色線を上回っています。上がり指数が高評価できるのは、前層は黄色線を9上回っています。能力的には一歩リードしています。連帯確率は高いです。 距離適正を見ていきます。距離は紫色の丸です。今回は 1300m となります。指数がピークとなっているところを見ていくと3走前はオレンジ色の着順が5着で紫の丸が1400。1400が適距離ですが1走前の紫の丸今回と同距離の1300では低指数となっています。1300は若干短い可能性が高いです。展開面を見ていきます。 先行力分析シートに切り替えて、一角侵入予想図により、レース展開予想を解説します。右側の一角侵入予想図ですが、逃げ馬が2頭います。先行タイプが3頭います。この一角侵入予想図の状況からは、ミドルペースが予測できます。客室による有利不利は少なそうです。指数グラフに戻って、この馬の客室を見ていきます。一角通過順位は、オレンジ色の四角で表されます。 指数がピークとなっているところを見ていくと、3走前は6番手からの競馬です。後方からの差し、追い込みが良いタイプです。展開分析シートを見ていきます。先行力は19で6位です。上がり指数は32でトップです。高い上がり指数で、鋭い差し足が見られそうです。展開面は、プラス評価をしていいです。次の馬を解説していきます。暫定丸を打っています。 八枠十一番シチークールです。能力偏差値は2位で偏差値ランクは B ランクとなります。金5層では2層前、4層前に黄色線を上回っています。能力的には2番手グループの一角で連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと2層前は紫の丸が1400、4層前は紫の丸が1600。 1600が適距離ですが5月の紫の丸今回と同距離の1300ではまずまずの指数をマークしています1300も守備範囲です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと2走前は2番手からの競馬です4走前は3番手からの競馬です後位からの競馬が良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は17で8位です 上がり指数は9で12位です。先行力は全く評価できません。後位につけられない高いリスクがあります。展開面はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定黒三角を打っています。1枠1番、アポロミラクルです。能力偏差値は3位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、3層前、5層前に黄色線を上回っています。 能力的には2番手グループの一角で連帯四角は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと4月は紫の丸が13001300は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと4月は3番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。 先行力は19で7位です。上がり指数は23で4位です。先行力は全く評価できません。好位につけられない高いリスクがあります。展開面はマイナス評価した方がいいです。次の馬を解説していきます。暫定白三角を打っています。6枠7番、ハイレリーフです。能力偏差値は4位で、偏差値ランクは C ランクとなります。金では 前走に黄色線を上回っています能力的には2番手グループの一角で連体資格は十分です距離適性を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は紫の丸が1300 4月は紫の丸が1300 1300は適距離です展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと一層前は2番手からの競馬です 4月は2番手からの競馬です。好位からの競馬が良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は24で2位です。上がり指数は13で10位です。まずまずの先行力で好位につけられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定罰を打っています。7枠9番、ボールデンチョイスです。能力偏差値は5位で。 偏差値ランクは C ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位場には一歩劣りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、昨年の11月は、紫の丸が1200、1200が適距離ですが、一層前の紫の丸、今回と同距離の1300では、低指数となっています。 1300は若干長い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと昨年の11月は7番手からの競馬です中段より前目からのちょい差しが良いタイプです展開分析シートに切り替えます先行力は20で5位です上がり指数は22で5位です先行力上がり指数とも平凡でさせないリスクも若干あります 展開面のリスクは少ないですが、大きくは評価できないです。次の馬を解説していきます。暫定黒の星を打っています。5枠6番、カズマッカレンです。能力偏差値は6位で、偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では、黄色線を上回ったことがありません。能力的には、上位馬には一歩劣りますが、連体資格は十分です。距離適性を見ていきます。 指数がピークとなっているところを見ていくと3月は紫の丸が16002月は紫の丸が14001400が適距離ですが1月の紫の丸今回と同距離の1300では低指数となっています1300は若干短い可能性が高いです展開面を見ていきます指数がピークとなっているところを見ていくと3月は後ろから2月は 7番手からの競馬です。後方からの差し。追い込みが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は16で9位です。上がり指数は28で2位です。まずまずの上がり指数で差し足を見せられそうです。展開面は若干のプラス評価していいです。次の馬を解説していきます。暫定白の星を打っています。4枠4番、バイスブリッツです。能力偏差値は7位で。 偏差値ランクは D ランクとなります。金5層では黄色線を上回ったことがありません。能力的には上位馬には一歩を取りますが、連帯資格は十分です。距離適性を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は紫の丸が1300。1300は適距離です。展開面を見ていきます。指数がピークとなっているところを見ていくと、2層前は6番手からの競馬です。 中段より後ろ目からの差しが良いタイプです。展開分析シートに切り替えます。先行力は9で12位です。上がり指数は12で11位です。上がり指数は評価できません。差せないリスクがあります。展開面は、若干のマイナス評価した方がいいです。レース間隔を見ていきます。横軸1目盛りが2週間の1開催を表します。今回は、9週間の休み明けからの叩き2戦目となります。 叩き2層目の上積みを期待できますレース間隔はプラス評価していいです過去1年間の対戦成績を見ていきます暫定20丸を打った8番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定丸を打った11番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません暫定黒三角を打った1番の対戦成績は有力馬との対戦成績は多場と遜色ありません 暫定白三角を打った7番の対戦成績は有力馬との対戦成績は束と遜色ありません暫定罰を打った9番の対戦成績は11番に対し0勝1敗と負け越しています9番の対戦成績にはリスクがあります以上の適正分析を考慮しました最終の予想印です本命二重丸を打ったのは8番パイロスコープです能力偏差値はトップの A ランクです 距離にリスクはありますが展開を高評価しました対抗丸を打ったのは7番ハイレリーフです能力偏差値は4位の C ランクです距離と展開を高評価しました黒三角を打ったのは11番シチークールです能力偏差値は2位の B ランクです展開にリスクはありますが枠順を高評価しました白三角を打ったのは1番 アポロミラクルです。能力偏差値は3位の C ランクです。展開と枠順にリスクはありますが、距離を高評価しました。×を打ったのは6番、カズマカレンです。能力偏差値は6位の D ランクです。距離にリスクはありますが、展開と対戦成績を高評価しました。以上、指数グラフメソッドによる能力、適正予想の例を紹介しました。 指数グラフに加え新聞コメントや調教などの情報も加味すれば必ず回収率向上につながりますぜひ指数グラフメソッドをお試しいただきご自分なりの予想方法を確立いただければ幸いです次に全レース公開の PDF に掲載しておりますシンプルグラフを紹介しますそれではシンプルグラフへ切り替えますシンプルグラフは 表示範囲を過去5層に絞り指数グラフより簡易に能力判断適性分析が可能となりなますシンプルグラフの見方ですが過去5層の指数を青色の折れ線で表しています四角の中の数字は着順を表します黄色線は連帯目安でこの黄色線を上回っていれば連帯確率が高い指数となります下部にはコース情報を表しています上部にはレース間隔を表しています それではシンプルグラフにて評価上位場を解説していきます。二重丸を打ったのは6枠8番パイロスコープです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を黄色線を5下回っています。2層前は1下回っています。3層前は高知1400にて黄色線を7上回っています。4層前は高知1600にて黄色線を2上回っています。5層前は1下回っています。 評価でききる上がり指数を見ていきます1走前は次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。丸を打ったのは8枠11番シチークールです。過去5走の指数を見ていきます。1走前は黄色線を黄色線を5下回っています。2走前は高知1400にて黄色線を3上回っています。3走前は黄色線を15下回っています。4走前は高知1600にて。 黄色線を4上回っています5層前は黄色線を6下回っています次の馬のシンプルグラフへ切り替えます黒三角を打ったのは1枠1番アポロミラクルです過去5層の指数を見ていきます1層前は黄色線を黄色線を19下回っています2層前は黄色線を8下回っています3層前は高知1400にて黄色線を6上回っています 4走前は黄色線を10下回っています。5走前は高知1400にて、黄色線を8上回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。白三角を打ったのは、6枠7番、ハイレリーフです。過去5層の指数を見ていきます。1走前は今回と同条件の高知1300にて、黄色線を4上回っています。2走前は黄色線を黄色線を39下回っています。 3層前は1下回っています。4層前は1下回っています。5層前は黄色線を21下回っています。次の馬のシンプルグラフへ切り替えます。×を打ったのは7枠9番ゴールデンチョイスです。過去5層の指数を見ていきます。1層前は黄色線を黄色線を5下回っています。2層前は黄色線を9下回っています。3層前は黄色線を9下回っています。 4走前は黄色線を6下回っています。5走前は黄色線を11下回っています。以上、偏差値上位馬をシンプルグラフで解説してきました。この統一指数によるシンプルグラフは、全レースをノートにて公開しております。全場のグラフを1ページに配置し、一覧性を高めております。全レースの PDF の入手先は、この動画の注釈にリンクがありますので、ぜひご利用ください。 最後に、ノートにて公開しております。全女、全レースの指数グラフ PDF をご紹介いたします。ノートの URL はこの動画の説明文に記載しておりますので、ぜひご利用ください。このシートは、過去5層の出走履歴と統一指数を一般的な馬柱にて表示したものです。次のシートです。このシートは、動画で紹介しております指数グラフの各馬の一覧です。 過去1年のの出走履歴とと指指数数をプロットしているフフルバージョンの指数グラフとなります次のシートです。このシートは、過去5層に絞ったシンプルグラフとなります。まずは、このシンプルグラフでの能力判断から始めてみてはいかがでしょうか。次のシートです。このシートでは、上部の表はレース予想動画でも紹介しております。適正分析後の評価一覧となります。指数グラフから読み取れる各種適正について表示しております。 下部ののは、展開分析のデータとなる。各馬の先行力とその順位各馬の上がり指数とその順位となります右隣は一角通過予想図となります次のシートですこのシートは推奨レースの動画紹介しております全レースの本命馬について勝利確率推奨ランク適正と能力比較ごみの推奨リスクを表示しております この推奨リスクを参考に馬券戦略を練ってみてはいかがでしょうか。